皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日のトピックは、神奈川県で発生した最大震度4の地震についてお話しします。この地震は、15日の午後8時20分頃に神奈川県西部を震源地として発生し、震源の深さはおよそ 10km マグニチュードは4.4と推定されています。津波の心配はないとのことですが、神奈川県の中井町で最大震度4を観測しました。特に注目すべき点は、近年この地域で発生する地震の頻度が増えていることです。これは多くの専門 今回市民が懸念している関東大震災級の大地震が再び起こる可能性があるということを示しています実際に100年前に関東大震災が発生した場所と類似した位置にあるためより一層の注意が必要ですではなぜこのような現象が起こるのでしょうか一つの理由として相模トラフという巨大な断層が原因と考えられます南海トラフではなく相模トラフが影響を及ぼしているため関東大震災規模の地震が発生するリスクは高いのです実際に皆さんのコメントでもこの点について詳しく触れ ててていいいいる方ががらっっししゃいままたね例えば先日日のの宮崎や関西圏の地地地震震も含めて日本各地で活地活動が活発になっていますこれらの現象が相模トラフや他の断層の活動とどう関連しているのか今後の研究が求められます。また、神奈川県民の皆さんからの意見でも地震が急にずっと来る感じがあり避難行動をとるのは難しいと感じている方も多いようです。これは地震速報と実際の揺れが同時に来る場合が多いからだと思われます。しかし、ここで重要なのは日頃の備えです。地震の予測が難しい。 しかし日本ではどの地域に住んでいても地震に対する備えを怠ることはできません具体的には非常用持ち出し袋を準備し避難経路を確認し家族や近隣の人々と連絡資産を確保することが大切です実際に皆さんのコメントでも備えが必要だという意見が多く見られました結論として今回の地震をきっかけに私たちは再度防災の重要性を見直す必要があります地震そのものを防ぐことはできませんが被害を最小限に抑えるための行動は私たちの手で取ることができます地震対策を知 しっかりと行い緊急時に冷静に行動できるように準備をしておきましょう。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。何か疑問や意見がありましたらコメント欄でお知らせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。モノモースでした。